点技量としてはあまりにも不十分だよね。注射とか注射できないんだよ、そういうこと。課題なんか結構注射うまいしな。自分なんかはガッと入れちゃうけど何回も切り替えてるし。これって水道道路？いや水道道路じゃない。何道路って言うの？これ何なんだ。36号線。もう逆方向に突っ切るとカーゴ街道に出る。そうそうそう、カーゴ街道出るっつうか、ぐるっと一周させられる。そうそう、立体交差があって、なんだ、ランドワン行くとき下り坂あったよね。そう、あの下道路通ってんだよ。それがこれ。そう、そこからまたうん、まっすぐ行くと行けるところに、それを一回チャリでやったことある。マジで？すごいしんどかった。あー、来るか。あ、ちょちょちょ、ミスった。二段が下げてきた。そんな下げねえよ。なんか前の原付うざいな。あんに来ん、邪魔。飛ばすかん飛ばしてほしいし、あと前の車今絞ったべ、左。あ、入るのか。入るから絞ったのか。原付みんな40から50くらい出さないね。30なんか嘘だろ。やばー、まあ、いや、来るね。すごい雨降ってきた。まだちょっと降ってきた。まあ、なんていうの、原付を追い越したところでね、赤だからいいんだ、最後。もうすぐだもんですか。あれあるもんね、駐車場。そこまであったと思うけど。俺の曲ではあった。ちょっとデカめなんかあった気がするんだよね。ああ、パラ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 どころじゃないな、これ。帰り、どうやって帰る？チャリンコか。なんでチャリンコできたの？いや、俺歩き。ああ、じゃあ歩きできたら俺送ってっけど、歩きの人は。クワは？俺も歩き。歩き？じゃあ歩きで送ってくれよ、だったら。あれやったっけ？危ねえな。そうだもんな、あの距離だもんな。まあね、歩くっつって200m くらい。ジャンボ歩いて来られるで。ジャンボが一番近いんだ。そうだよ。一番遠いの都市か。都市が結構遠いよね。都市チャリじゃね。多分チャリな気がする。多分荷物何にもなければ、まあびしょ濡れみたいになってもね、うん、なんか油断してると すぎる。一回油断してびっくりすぎたことあるから。およそ700メートル先、目的地に。ああ、帰りじゃちょっと金井からかにちょっとびっくり行くかーってね、行こうとしたら、あ、過ぎちゃったよーってぐるっと一周して入ったことがあるんで。てかなんかあれだな、さっきから信号のあれが悪いな。俺が通過した寸前、瞬間に黄色になる。でもさ、この速度じゃな。もうすぐ見えるはず。うん、もうすぐ見える。なんとなく記憶はあるんだけど。そうだよね。ほら、このブッコがよく来るから。あ、マジで、うん、ここまで来るの？うん。もう誰にも会わないような感じだった。あ、わかるよね。でも、誰にも会わないようにって重要だと思う。ここでかいの？ここは結構いろいろあるから。そこ駐車場でね。でも駐車場入んないんだよ。そこ。でもうすぐだが。あそこに看板あるじゃん。ああ。あ、本当だ。どっから入るかだよな。それが問題だ。なんだって、何こんな混んでるの。あ、閉まったから。結構悪いんだよ。ああ。ほら、右折で入んのか。すげえ。これだよな。どっから入る。これ？あった。目的地周辺です。音声案内を終了します。うわぁ、これ左行くのか。左の道は知らねえな。こいつ大回りだな。すごく。この道知らねえ。この道行くかね。うん、クルムの踏切に出るよ。ああ、はいはいはい、はい、どこ？あのね、
どこだろう。サイゼの通りでしょ。そうそうそう。あ、またサイゼか。なんか多分出たらあーってなるんだろうけど。リズムチャリで。何の音です。あとここ黒目川通るんで渡るんで。マジで。黒目っていうかあれだね、落合川。ああ。ブレーキ踏んでる。なんか変な音するよな、この車。何の音してる？ほら。この音。わー、してるね。何の音？踏むとなる。なんかよ、これ。車検出したばっかだろこの車。東京都に。車検出して1ヶ月経ったか経たないかで、ね、まだ。あ？車検出して別さんにもう整備不良した。あ、オッケー。スポーセンターだ。はいはい、ここに行ったのか。ああ、こっち向きや。あんま好きじゃない。スポーツ団体か。まあ来週一回行くんだけどさ、俺。みんなで卓球しに行く。予定が入ってるね。来週はね、ちょっとフル稼働。なんていうの、はい、予定入ってない日が水曜だけ。だから、水曜、あ、まあ、だこの土日、満喫して、休みを。誰かに遊びに行きたい。暇なんだもん。土日でもみんなバイトだよ。だよね。暇だよ。だってやることないんだもん。だってこんなに早くやることなくなると思わなかったもん。2月まるまる暇だったんだもん。おお。そっか。終わったの2月31日だから。あ、早いんだよ。そう。あと親方が夜いつ入ってるか知りたいんだよな。親方結構毎日来てる。ほぼ毎日。親方行ってかつ店長が確実にいない日。まあ確実ってのはちょっと難しいんだけど。9時以降はいないよ絶対。で11時くらいに行けば絶対いいわけか。てかもう6時の日。遅くても8時ぐらいに。まあカニさんは夜弱いもんね。だってお昼しか入んないし。あの人。朝から昼だろ。不規則な生活してこそ社員なのに不規則な生活しないもんね。だからあれでしょ、アシスタントの方が。アシスタントいないけど。いねえの、うん、マジで、うん、は一人一人店長一人社員一人。あ、終わってんな。だから余計終わってんじゃん。だからこそ今そのアシスタントがやってた仕事を、うん、みんなに割り振ってるわけ。うーん。で親方が今大変なことになってる。あ、だろ、うんこ係やってんだろとかいろいろ。ああ、そうか。じゃあちょっと親方からかいに行こう。いやさ、まあなんつうの、深夜組はね、うん、あ、別に何もないからいいんだ。まあ朝組も何もない。要は店長とそれに付随してた人たち。誰だよ付随してた人。今言えない。カメラ回ってます。止めるか。止めるか。止めれば思いっきりぶっちゃけとか始まるから。確かに。もう遠慮できない。遠慮しなくていいんだよ。俺が止まると思ってる。でも今は多分止まれる。今なんで。じゃ止めよう。止め。ぶっちゃけとか始まるから。